国風文化とは日本の歴史的文化の一つである。10世紀の初め頃から11世紀の節関政治期を中心とする文化であり、12世紀の陰世期文化にも広く影響を与えた。江戸時代から要例はあるが、国風文化という用法は、小島のりゆきの国風暗黒時代の文学により、国文学史の分野で一般的となり、その後歴史や、 美術史へ転用された。原理の国風とは国ぶりの意味であり、宮火に対地される概念であるが、日本での国風文化は画風への展開という意味合いで使われている。中国の影響が強かった奈良時代の文化に対して、これを国風文化と呼んでいる。現在まで続く日本の文化の中にも、この流れを組むものが多い。11世紀に確立された日本的な美の特徴は、 美しい色彩と柔らかく穏やかな造形の組み合わせによる調和の取れた優美さにあると言える。平安時代は日本史上最も女性の感性が大切にされた時代であり、王朝文化が醸成していく過程では女性たちの趣味や思考が色濃く反映された。代理では強度を整えるにあたり、公式な場や晴れの場では監視や唐絵の掛け軸などで東風にあつらえたが、私的な場、 ケノバでは和風にあつらえるという使い分けをした。以前は、官兵六年の検討指定史により、中国の直接的影響を抜け出し、日本独自の文化が発展したと一般的に解釈されてきた。しかし、検討使は、旧世紀には頻度が減り、人形天皇の知性に相当する、浄和年間の派遣が最後となった。その一方で、旧世紀には、 中国からの解消が多数渡航するようになったため、検討士をわざわざ派遣しなくても中国の文物を多く入手できるようになった。そのため、検討指定士を国風文化の活気とすることは誤りである。そもそも、東風の文化を踏まえながらも、日本の風土や生活環状である国風を重視する傾向は奈良時代から進行していた。すなわち、検討指定士は、 日本文化の国風化を加速させる要因であったと見ることが適当である。日本仏教では、末法思想を背景に、浄土教が流行した。旧世紀前半に、縁人が中国五大山の念仏三昧法を、比叡山に伝えており、原神が王女洋衆を表して、天台浄土教を体制した。王女伝。また空也は庶民に対しても浄土教を広め、死の姓と呼ばれた。 浄土信仰は軽の貴族に深く浸透し、国風文化の仏教建築、仏像、絵画などにその影響を残した。藤原氏による石関政治は外籍政策に立脚するものだった。藤原氏は死女を受大させると天皇の関心を得るために有能な女性を選抜し、女房として禁じさせた。女房は受領階級などの中級貴族の子女が多く、 中級貴族たちは、藤原氏に取り入るべく子女の教育に努力を惜しまなかった。そのため、清少納言や紫式部など多くの女流作家が生まれることとなった。奈良時代から日本語を表記するため漢字の音訓を借りた万葉仮名が使われていたが、この時代になって仮名文字が広く使われるようになった。カタカナは漢字の一部に由来し、 漢文を訓読する際の補助文字として使われた。また、ひらがなは漢字の総書体をもとにしたもので主に女性が用い始めた。吉つらが書いた古今和歌集の彼女は漢文の用法を残しながらもひらがなで書かれた和文として初期のものである。湿度の高い気候に適応するため袖口が広くなるなど風通しの良いゆったりとしたシルエットになった。 平等院鳳凰堂第五次五十塔貴族住宅が神殿作りの様式で建てられた。平等院にはその影響が見られる。仏教建築としては浄土教の影響を受けた阿弥陀堂が多く建立された。阿弥陀堂以外の建築としては天略五年建立の第五次五十塔が知られる。阿弥陀如来像を大量生産するため分けて作った部品を組み立てる。 余石作りの技法が用いられた。この技法を完成させたとされるのが上長である。彫りが浅く平行して流れる絵紋、丸い顔に細い目の穏やかで瞑想的な表情が特徴で、こうした仏像を上長様式と呼ぶ。平等院壁画山和へと呼ばれる日本的な絵画が発達し、仏教絵画、月次絵屋敷へと呼ばれた形物を描いた。 小平画や壁画が描かれたが仏教絵画を除いて少数しか現存していない。また、多くの物語絵が制作されたことが推測されているが、11世紀末以前に制作された作品は現存していない。仏教絵画では、雷合図がよく描かれた。小野東風藤原助政藤原光勢が三席と呼ばれた。11世紀には、 金書道の古典とされる荒野切れが制作され、12世紀まで多様な金の書風が展開した。日本刀の様式の確立器である。奈良時代に日本で考案された魔系の技法が大きく発展した。ありがとうございます。